はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はコーナー移動リベンジ、ゴルベーザ&黒龍ミッションコンプの4人5ターンでやっていきたいと思います。持たざる者の意地見していきましょう。さあ、じゃあ早速やっていくよ。まずバルバリシアは表からスタートして、トリプルでいいかな、トリプル使って風の 135% デバフ入れて、自己バフ入れて、まあ何か適当なアビリティを1個使っておきましょう。で、ルビカンテも表からスタートして、トリプルの、まずは火属性のバフと、魔力バフを自分にかける。で、そしたらフレアを2回選択。で、フレアは火と水の 130% デバフがあって、水のね、130% デバフっていうのがめちゃくちゃでかくて、リディアとセシルは二刀流で超撃水流チェインが2回発動するようになってて、最初に水のデバフを入れないとチェインがうまく発動しないから、ルビカンテを押してフレアの文字が見えたら2人をチェインさせる。これで水のデバフが入ってるからチェインがうまくいく。で、最初は 5% ぐらい削れればマジで十分 OK、 ナイス 5%。 で、そうしたら2ターン目はやることはほぼ一緒。まずはリロードをして2人のね、衝撃水流チェインの準備。で、セシルなんだけど、バイオでダメージ食らっちゃうよって方は、バイオはね、闇属性が入ってるから、闇耐性気にしてあげてください。引き付け役のね。で、そうすると、今、セシルは闇 100% だから、まあ、レジストして無効化してるような感じになってる。で、バルバリ BS して、アンガートルネード防制デバフの 85% を入れていく。で、ルビカンテは裏にして、フレアを4回かましていきたいと思います。で、ただ、超撃水流のチェインの間にうまくね、バチ込まなきゃいけないので、タイミング的には、ルビカンテを押して、画面が赤くなったら2人を押すみたいな感じ。押して、画面が赤くなったら2人を押す。これぐらいのタイミングで、まあ、ちょうど4発が、ま、綺麗に一応入る感じになってる。3、4、オッケーオッケー。チェインの最後ギリギリ一発入るっていう感じだね。素晴らしい。ナイス4億。で、そしたら3ターン目。こっからは持たざる者の、まあ、意地だよね。ワンフレの申し子になるしかない。で、セシルは死んじゃうから、エリクサー使って HP を回復させる。で、リロードをしてルビカンテは準備。で、バルバリ。4回コードを使ってトルネード。いやー、マジこれほんとどうにかしてくれ。で、もともとリディアはトルネードを覚えてるから、エリニエスリングの4回コードでトルネードを選択。いくよ。まずはルビカンテを押す。同時、押し。オッケー。多分これね、ワンフレの世界入った。多分ね、オッケーオッケーオッケー。ワンフレの世界入れば、黒龍をワンチャン落とせる。あー、残り 3%。まあいいんじゃないいいんじゃない、十分十分十分。で、そしたら敵の攻撃。で、あとはもう勝手にトルネードで落ちるから、ターゲットゴルベーザに変えて、リロード。で、もう一回かましていく。いや、マジでこれがしんどい。超集中、超集中、マジ超集中頑張れ。いくよ。押す、同時、押し、オッケー。多分これはワンフレの世界入った。から、チェインが途切れない。素晴らしい。で、黒龍も落としました。で、ゴルベーザも、もう残り 3%、虫の息と。で、セシルはもうやることないから、防御。いやー、オッケー。ということで、ワンフレの世界に2回入れれば、まあ、攻略できることが分かりました。もうラストはもうチキって、チェイングループ4にする。マジで。ここで負けたら超悔しいからね。チェイングループ4を4連。で、バルバリシアも同様に4連アビのエアロがやっていこう。で、ラストは、まあ、ルビガンテのフレアで終わらせていくと。やったー、できたー。もう今ラスト超適当でしたけど、まあ、多分余裕でいけるしと。よっしゃー、ということで、ミッションコンプできました。もうこれ結構難しいね、今回。5ターン以内の4人以下、誰も戦闘不能になることなく、すべてミッションコンプできたね。で、セシルの装備はこんな感じ。引き付け 100% の二刀流にして、毒無効をつけてますと。で、あと即死無効を採用してる。で、引き付けは 100% っていう感じだね。いやー、マジ難しい。で、リディア。リディアも二刀流にして、毒無効の、で、あと一応ね、これ入れてる。先制アンダーマインで、ステータスのデバフだね。まあ、あんまり意味はないかもしれないけど、一旦入れてある。で、エリニエスリング使ってますと。こんな感じ。で、ルビカンテの表と裏は全く装備同じで、まあ、若干、一緒か。場所が違うだけで全く同じ。で、アビリティ、ブグ倍率と、人とドラゴンがマックス。人とドラゴンがマックス。ビジョンカードは感情な危険者になっておりますと。で、続いて、でか、まあ、装備多分こんなガチガチにしなくていいね。頭と胴体もうちょい、全然下げてもいいなと思いました。まあ、ダメージ見てても残り 3% で、1ターンの余裕があったから、全然落としても大丈夫かなと思います。で、アビリティこんなんね。で、ビジョンカードは感情な危険者。続いて、バルバリシア。裏、表はね、装備してないね。で、裏は、ヒトキラーをモリモリにして、アスラのロットで一応ドラゴンキラーを入れてますと。
で、こんな感じの装備で、あ、そうか、不滅入れてんだね。まあ、結構難しいね、今回。で、自分のスパトラとドラゴンキラー。ビジョンカードは我らキタレリ。で、こんな感じでね。いやー、マジ超感動。倒せるもんだね。いやー、めちゃくちゃ嬉しい。ということで、まあ、ルビカンテが今回鍵っぽいね。てか、フレア、強すぎねえか。ということで、まだね、クリアできないよって方は、ぜひルビカンテ入れて攻略してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。